はい、皆さんこんにちは。ビデオガーナリことビデオブログガーナリです。今日は2013年12月5日木曜日、そしてこのチャンネルはここ最近僕が気になっているニュースことを皆さんに勝手に紹介していくものです。ということで早速今週最後の TGM3.0 に行きましょう。まず最初はガジェットに関する話を皆さんにしておきたいんですけど、 USB の規格が新しく変わるみたいです。今調べたんですけど、 USB ってユニバーサルシリアルバス、これの略だったんですね。皆さん知ってました？一番最初に USB が発表されたのは1996年で、当時は USB 1.0 でした。そこから USB はどんどん進化してって時を経て、現在はUSB 3.0 が普及しています。あれ？ TGM3.0。 そして USB 3.1 が今年の8月に発表されたんですけど、12月の3日に USB 3.0 の新しいコネクタ Type-C、 これが発表されました。 USB 3.0 Type-C の特徴は全部で5つです。まず1つ目、製品設計の発展を目的にした全く新しいデザイン。2つ目はマイクロ USB 2.0 に似た小さなサイズ。3つ目は充電機能の拡張。4つ目は将来の USB バス性能増大に対応。そして最後の5つ目はリバーシブル設計。マジっすか？リバーシブル設計ってことは USB コネクタの表裏がなくなるっていうことです。あれ、本当に不便ですよね。こっちかな？どっちだっけな？こっち、こっちだっけな？やめなくせ。USB 3.0 もそうなんですけど、サンダーボルトも不便なんです。神様の言うとおり。こっちか。よし。とりあえず新しい USB 3.0 に期待しています。あれ、そして今使っているパソコンの USB の差し込み口どうなるんでしょう。お願いします。次は今週もやってきました。トモニュース。あれ、トモニュース。はい、終わりました。はい、了解です。OK です。すいません、ごめんなさい。すいません。ちょっといきなりなんですけど、皆さん、レーシック手術って受けたことありますか？僕は視力がいいので、レーシック手術を受ける必要はないんですけど、これからレーシック手術を受けようかなって思ってる人、ちょっと待ってください。実はですね、レーシック手術を受けた4割以上の人に後遺症があることが分かりました。これは昨日、消費者庁がレーシック手術に関する注意喚起を行ったんですけど、消費者庁によると、2009年からの約4年半でレーシックに関する被害は80件も寄せられていたみたいです。例えば、視力を矯正されすぎて近くのものが見えなくなったり、あとはドライヤーになってしまった人もいるんです。他には光が滲んで見えるようになったり、最悪の場合、失明に至る深刻な症状もあったみたいです。レーシックにはこういった副作用が報告されているんですけど、眼科のウェブサイトとかと宣伝用のページとかはこういったことについて特に触れていないんです。そのあたりはトモニュースが詳しく説明しているので、これからレーシック手術を受けようかなって思っている人は見た方がいいです。それとトモニュースは12月19日の木曜日の夜9時から2013年の年末生放送スペシャルをするみたいです。前回の生放送は確か安倍晋子ちゃんが司会でしたっけ。そして今回の生放送の司会は2人になるみたいです。誰になるかはまだ分かりません。ひとまずトモニュースは12月の19日木曜日の夜9時から年末生放送をします。詳しくは下にリンクを載せるというのが気になる人はチェックしてみてください。あれ、でもトモニュース今海にいるから間に合うんですかね。今日最後皆さんに話しておきたいのはパスワードに関することなんですけど、皆さん、アメリカの核ミサイルの発射パスワードって何だと思いますか？すごい難しいパスワードなんじゃないかなって思う人たくさんいると思います。正解はですね、ゼロ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 、これがパスワードなんです。正確に言うとこれはパスワードだったんです。しかもですね、このパスワードなんですけど20年間も使っていたみたいです。これは2004年に元アメリカ空軍の士官が論文で初めて明らかにしたことなんですけど、このパスワードにした理由はというと、びっくりします、入力時間を最小限にするためだったそうです。了解です。
これは1962年から20年間にわたって使われていたパスワードなので、もちろん今は違うんですけど、意外とパスワードシンプルにしても大丈夫だったんですね。やっぱりパスワードって聞くとすごく複雑なものを想像してしまうんですけど、入力するときに時間がかかってしまうんだったら意外とシンプルにしちゃってもいいんでしょうかね。ということで今日は以上です。今日皆さんへの質問はパスワードってことで、ズバリあなたがよく使うパスワードは何ですか？僕がよく使うパスワードは下にコメントを残してください。お願いします。っていうのは冗談です。皆さん下にパスワードのコメントをしちゃダメですよ。今日皆さんへの質問は、久しぶりに来週の月曜日にビロガーのありだけど何か質問あるをやろうと思うので、こちらです。皆さん何か僕に聞いてみたいことがあれば下にコメントを残してください。お願いします。今日皆さんに紹介したニュース、できるだけ全て下にリンクを載せておきました。いろいろ気になる人はチェックしてみてください。ということで今週も最後まで皆さん僕の話に付き合ってくれてありがとうございます。今週の日曜日なんですけど、ウィークエンド TGM 3.0 はお休みさせていただきます。ということでまた来週の月曜日のビロガーのありだけど何か質問あるでお会いしましょう。以上、ビロガーのありによるとりあえずじじってみたでした。じゃあまた。さあ、今週最後のアフター TGM 3.0 やってきました。今回の紹介する方はですね、ユーザーネームがですねかなり、なんですかね、親近感が湧いたんですよ。で、ユーザーネームがですね、有竹さんなんですよで、彼のいただいたコメントがですね、同じ有として頑張りましょう、これは僕からのプレゼントですってことで、いただいた写真がこちらです。これはあれですかね、そうですね、ありがとうございます。僕の顔をこうね、まあこう一生懸命こう集めて伸ばしたりとかしてくれたんでしょうかね、こういった写真はですね、僕の SNS、Facebook、Twitter、Google プラス、もしくはですね、僕のメールアドレス、ありアットマークありおあり .com、 もう完璧です。そちらに送っていただけると、このアフター TGM 3.0 で紹介させていただきますということで、来週の月曜日なんですけど、TGM 3.0 じゃなくて、あれです、久しぶりに、ビロガーのありだけど何か質問あるをやらせていただきますので、ちょっとニュースはお休みさせていただきます。ご了承くださいませということで、また来週の月曜日にお会いしましょう。じゃあねー。